お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのペッカラムデッキ紹介していきたいなと思います。久々のね、ペッカーなんですが、今ねこのペッカラムがグラチャでね勝率ナンバーワンでございます。でウィンレートが 74% ぐらいねあったと思います。なのでまあグラチャで回れば7勝8勝ぐらいはね、まあとりあえずいけますよ、安定していけますよと、まあいうデッキですね。で今ペッカがとりあえずめっちゃ強いというか、もう流行ってますね。ペッカ環境がこう珍しく来たって感じなんですけど、まあ単純にエレジアイとゴレがめちゃくちゃ強くて流行ってて、それに対してペッカが強いので、まあこのペッカデッキがね今強いよっていう、まあそんだけなんですけども、普通にペッカ工場もいますっていうか結構います、めちゃくちゃいます。なんならそうペッカ工場のファイブ型ですね。そう今なんか基本的にファイブなんですよ。まあ多分全部マザニクですね。対マザニク用とかなんかもうファイボで多分全てに勝てるんでしょうね。安定して戦えるっていうので、ペッカ工場もファイボだったり、このラムライダーもね、昔はすごいライトニング型とかだったんですが、今ファイボ型でね、はい、流行ってますというわけで、まあ、やっていくんですが、あれだ、メガナイト、テスラ、わかんないですね。他のカードが。で、ウィザードとか言いましたよね。ペッカ、じゃメガナイトウィザードですけど、まあ、ペッカはメガナイトに強いので、悪くはなさそう。しかもテスラを割いた後なので、このペッカの後ろにラムつけるだけでなんなら勝てる説がありますよね。ラムの鎌とファイボでウィザードさよなら、おい来た、これペッカが止まんないですね。ゴブギャンも使ったのでっていう、もう一発ですね、ワンパンなんか形作っただけでね、折れることはまあそんなないんです。ぶっちゃけそんなないです。これはね、まあ結構ラッキーですね。ラッキー勝利なんですけど、まあ基本的にはペッカプラスダークプリンスの形ですね。単体のペッカと反映攻撃の、ダークプリとかをこう形作って、まあ逆サイドに単体ラムだったり、まあ同サイドね、今みたいに後ろにね、まあラムをつけたりしてっていうような感じで、まあ戦っていきます。でまあさすがにこれはもう勝ったんで、ちょっとパッパサンクラ折っていきたいですが、これ全部豚にね、していきます。でまあそんなペッカーなんで強いのって感じなんですが、なんでそんな強いんだろうな。今なんかペッカデッキって基本的に今までだとロイホグがきついんですよ。やっぱこう単体攻撃多いなんてね、範囲攻撃が結構ゴーストぐらいしかいなかったので、まあそういうところでロイホグがきつかったんですけど、今ねボンバーがその前動画で上げたと思うんですけど、ボンバーがめっちゃ強くて、ボンバー君が流行ってることによってロイホグもいないんですよね。本当に新鋭隊プラスのロイホグデッキが、まあ、唯一ちょっと使われてるかなぐらいはあるんですけど、でも本当にそれぐらいしか普通のねいろんなロイホグデッキはもう今いなくて、ペッカのねこう天敵ってなるデッキがねもう新鋭隊ロイホグぐらいしかいないんですよ。しかもファイブになったことによってラバルにもね結構勝てるようになっちゃったんですよね。そのラバってやっぱバルーンが止まらなかったりババがきつかったりで、もうペッカデッキはまあラバがきついってこうよくね思われてたというかよくあったんですが、ファイブになったことによってね全然勝てちゃうっていう。そうあとはまあこのデッキだとまあラムライダーもいますしね、なんならダックプリとかもラバがきついので、なんなら相性いいまで本当に行くぐらいね、ペッカでもラバがラバに勝てる時代ではあるんですよね。そうだからまあ単純に弱点が少ないですよね。で、まあ、あとマザネクがいるからスケラにも結構戦えるし、みたいなね。はい、感じで、今すごいペッカが強いので、ぜひ皆さんもペッカのね、ファイボ型ですね。ポイズンだと多分一気に弱くなるんですよ。これがファイボだから、まあ今戦えてる。まあ、そんな感じだとはね、思います。よろしく。さあ、まあそんなわけでね、ペッカダクプリの形を作れれば、それだけでね、プレッシャーになります。ペッカダクプリ組んで、そっからですね、同サイドにユーノを追加していくのか、それとも逆サイドに、なんかユーノだったりラムでいくのかみたいな、まあ、ペッカダクプリ組んでから考えれば基本的にはねなんとかなります。さあで相手ナイトスケアイスピとかだったので、まあ、クロスっぽい顔はしてますよね。アーチャーがどっか行っちゃったな。さあで、まあ、このラムはテスラでとりあえずね行かれると思います。でケツペッカはケツペッカした瞬間に攻めクロスされて1本折られて、そっから外もされるので、まあ、2倍タイムまではケツペッカは僕あんましたくないですよね。それだけでちょっとピンチになると思うので、ちょっとそれまでは耐えですね。ファイボタルババなんでね、まあ、クロスはその相手のクロスが通るかって言われると、まあ、そこまでね
あの僕も受けが苦しくないんですけど、僕の攻めが通るかって言われるとテスラもクロスもきついんですよ。でアーチャーに5打ってもうみたいな、まあ、そんな感じなので、まあ気合でいきます。気合でね、まあ、一生待ちます。一生待ってちょっとチャンスを伺います。なんか自分の攻めが通らないときはもう守ればいいみたいな感じですね。逆に守れないときはもう攻めればいいみたいな、ちょっとねそんな感じで、相手の攻め、相手に今の僕の攻めが多分通らないので一生いもります。一生いもっていもっていもって、いつかねチャンスがなんか今だっていうタイミングがあったら端前ペックとかなんかいろいろねやりつつ戦えればいいと思うんですけど、まあむずいですよね。これテスラがちょっと高めとかに来たらペッカからの有能追加はワンチャリなんですけど、これちょっと高いんですよね、テスラあれ。ワンチャリなんですよね。で、これ有能がね、有能が走ればいい。有能が走って、いやマジで、頑張れ、有能。いやー、これでこうなんでね。さあ、っていうので今ちょっと攻めたので、ここでクロスとか来ると結構泣いてもいいかもしれない。いやー、怖いよー。テスラをねどう突破するかってとこなんですよね。本当に突破できないですからね。ライトニングが欲しくてしょうがない。5を攻めなければ僕はまあ変に負けることもないと思うので、こんな感じでね耐えて耐えて耐えます。今はちょっと耐えの時間ですね。でアーチャーちょっと邪魔なのでさよならしてあげて、大体ここちょっと突破しようとしてんのかな、突破されるのかなこれ。まあ、いや耐えるのは耐えれるんですよ。でも耐えてるだけだと負けるんですよね。だからこうユーノとかを走らせつつちょっとチャンスを狙っていきたいですよね。きっつ。ここでちょっと攻めのペケツペケします。逆サイクロス来ると思うんですけど、エレキがあるので一回タギを変えられるんですよね。いや来てくれないか、来てくれたら美味しかったですね。さあからのもう両サイですね。片サイドだけだとファイブウッドだったりいろいろされちゃうので、よいしょ、この辺ねちょっともう気合で頑張ります。で勝負を分けるのはこの追加ユーノですね。ユーノ走ったら結構ねなんかえみたいなバグるんですよね。あれそれ入るみたいなことがよくあるので、そう今みたいな感じでねワンチャンありそうじゃないですか。さあこのケツペッコは気持ちエリクサアドバンテージを取ってるのでやってます。これエリクサ相手の方が多いのにこんなことしてたら負けますね。でちょっとねさっきと違うパターンでいこうかな。毎回同じことを同じ形だと相手も守りやすいと思うので、さああれ言うので5をここ打ちてえな。テスラとクロスに打てるからいい5ですね。言うのが走ってなんなら追加ラム説あるな。いやーこっち弱えな。うわ、キング起動されてる。テスラ来んのか。さあさあ。いや、でも1700まで削った。これ、ないと一発痛いですよね。この一発だけでも痛い。さあさあさあ。いやー、これでも、ワンチャン？ワンチャン走る？いやー、でかい。これはでかい。これはでかくて、5を使ったから、エレキ追加してあげて、よしよし、ユニットでね、一旦ぶっ破したい。で、5削り、僕、やった方がいいですね。エレキ入ってる、熱い。エレキ入ってる、熱い。よし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 、あ、つい。最後僕は守るだけ、ペッカのコスト貯めて、ペッカが竹取れれば勝ち。オッケー。危ないですね。なんかもう、通んないんですよね。なかなか通んないから、僕はもう、ファイボーのちょっと削りとか、言うのがね、たまたま入ればラッキーだなぐらいで、まあ、攻めすぎず耐えて耐えて耐えてを繰り返すぐらいですかね。途中、めちゃくちゃケツペッカしてたと思うんですけど、まあ、とりあえずケツペッカをしてしまうと、本当に逆サイクロス立てられて、もう一本折られて、もうそこから守られて、もう勝ち目ないとかなるんですけど、なんで、まあ、基本的にはあんましない方がいいですね。でも絶対今エリクサアドバンテージ取った俺の方がコスト多いっていう場面だったらありですね。はい、確信があるならですね。そしたらそこで相手が無理してクロスで攻めてきても、そこをこうエレキプラスダックプリとかで守って、カウンターでみたいなね、ことができます。しかも相手はね、相手の方がコスト少ない場面だったら、なおさら防衛がきつくなると思うので。うわ、マジか。このファイブいらんかったな。うわ、やばいよー、これ。これやっちまったな。ロケ方向盛り。これラム釣りとかでいいんじゃない？なんか受けがきついですよね、僕。受けがきついので、ラムで飛んであげて。
さあ、いや、いい攻め、相手めっちゃいい攻め、いでいでいで、で相手守れねえからこのウォールブレイカーで攻めてくるのもうまい。いやー、ユーノもうちょっと頑張ったし。さあ、メガナイトウォールブレイカーだ。いや、レアっすよね。レアレアキャラ、レアキャラ来たな。しかもロケ王だったな。コウモリゴブリン、コウモリゴブリン、ユーノもうめっちゃ昔の方なんですよ。で、多分あれですね、マスケの枠がロケ王になってますね。マスケだったらメガナイトウォールブレイカーってマジでゴレレにもエレジャイにもペッカにも勝てないんですよ。本当にその大型巨頭の中でも最弱なんですよね。で、それに戦うためのまあロケット投資だと思いますね。ロケ王になるだけで大型にちょっと戦えると思います。で、キングキとしてな、正直本当にここよいしょ。さあ、ラムでキングキとしてもらって、このラムにはメガナイトとかなのかな。結構ね、エレキタルババとかあれば相手のウォールブレイカーもそこまで怖くないと思います。ロケット誌だけですね。ロケ後に徹底ファイブでいいと思います。タルババ打ちて、徹底ファイブでもいいですけど、ここはファイブ使わなくても良さそうですね。さあ、からのまあここはコウモリ系が来んのかな。来なかったらまあメガナイトで踏まれるだけですけど、ここ絶対でメガナイト出したいと思うんですよね。これだから逆サイラムいきます。あ、ディガーか。あ、でもそれはコウモリが無限になる、無限になっていろいろやりたいと思うので、ここちょっと行っちゃおうかな。いや、どん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 なる、全部舞台になるよ、全部舞台になる。で、これも期待逆サイペッカが止まんないので、相手は逆サイドも攻めてあげて、オッケーオッケーオッケー。さあ、もう一生豚ですね。メガナイトウォールブレイカー、マジマザネク絶対きついですね。だから今そうきついんですよ僕もいつもメガナイト使うんですけど、めちゃくちゃ勝てないんですよね。エレゼもきついし、ゴルもきついし、ペッカもきついしっていうのを励ますね。本当に勝てない、マジで勝てないんですよ。だから相手はまあ頑張ってますよね。よく頑張ってて、こったん何も止まんないですからね。そうね、前まではこうメガネトールブレイカーバカやってた時期もありましたけど、もう今最弱クラスですからね、環境。さあ、よろしく。さあ、ペッカ、ラム、ユーのエレキ、コカッちゃんですね。まあ、コカッちゃんにはまあインフェだったらこれもまた同じで、インフェを突破することができないんですよ。でも僕は別にタルババも、まあ、ダクプリとかマザネクもあるので守ってればいいです。守って守って守って、チャンスだなというか今だなっていう時にめっちゃ仕掛けます。まあ、あとはペッカがインフェルノタワーで焼かれるのはすごい嫌なんですけど、そのラムライダーも相手はね止めないといけないんです。あ、アウプリか。そうだから、そのラムにインフェルノタワーを咲かせて、そしたらペッカで攻めるみたいなことは結構ねありです。さあ、これアウプリ嫌だな、ちょっとだけ嫌だな。ダクプリが、お、頑張れ、おーおーおー、危ない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 。さあ、アウトロープリンスコカッツですが、まあ、アウトローに対して僕あれがあるんですよね、ファイボーが打てるので、なんならペッカダクプリとか形組んでさえしまえば僕の方がいいんじゃないっていう気は若干はしますね。さあ、これギャングとか使いたいと思うので、マザネクいる間にね出しちゃいます。うん、あの受けめんどくせえな、これ、このアウトロー、このアウトローだけでめんどくせえな。さあ、エレキ頑張る。うん、まあ、こっからですよね。どうするのがいいんだろうね。まあ、ダックプレイ合わせて、で、まあ、いつか端前ペッカをしたいですよね。今。いつかで、いつでもよかったんですけど、なんとなく今です。プリンスか？これ、5っていい気がするけど、いや、打たなくていいですね。ここは別に5打つ必要なくて、十分すぎるぐらいダメージが入ったので、ここを守ります。で、相手のプリンス受けが嫌ですね。最悪ラム受けもできますが。うん。さあ、ユーノ、エレキ、ダクプリ。陸、硬いっすからね、意外とこのデッキ。わあ、マジか。めっちゃいい。ダクプリがサボってる。まあ、ここは、逆サイドは結構許容できるので、僕、右側ね、防衛防衛で。いや、ダックプリヤンキーすぎー。ファイブ打つ必要はなかったかな、これ。さては。
さては5入れなかった説あるな。カウンターでも良かったかもしれない。さあからの攻め5がね今ないのがちょっと痛いですよね。相手はまあいろいろねユニットを出したいと思うんですけど、さあラムぐらい追加してあげてね。ダックプリの受けもいやいい受け。ラムがラムちゃんナイス。さあママ出してあげて、また内側ですね。これでもマザネクでなんとかなるんじゃ、許容して、なんなら端前ペッカいきます。ヤンキーすぎるかな。ヤンキーすぎたかな。ファイボだけ欲しいな。ファイボだけ、ファイボだけ欲しくて、いやいいファイボでギャングにウッド打てば意外とこれペッカの受けか、ペッカの受けがきついぞ。でラム追加、よしよし、これペッカ受けに何もなくない。ウッド裂いて、いやユーの追加はうーナイスからの走れ走れ、危ない。オーケー、いやいい走りですね。まあ相手の陸受けが限られてるんでね、アウトローとギャングか、それが結構ペッカ受けがきついので、まあそこに徹底してファイブ打つだけで、まあまあまあ流れは使えましたね。ちょっと怖かったですけどね。さあよろしく。でも本当施設持ちにはそのさっきも若干言ったんですが、インフェの時にね、施設持ちにはインフェでね、やっぱペッカーとか、まあなんか施設でペッカーを相手されるのが嫌なんですよ。だからケツラムライダーをして、そのケツラムに施設を使わせます。でそしたらそこでもうラム単体でいいんですよ。何もしなくていいんですよ。まあ相手のユニットによっては5打つぐらいでいいんですけど、ラムで施設を使わせたらケツペッカすればいいんですよね。そしたら相手4枚裂かないとペッカに対して施設を出せないんですよ。っていうのでなんかだんだんとこうペースが来てきます。でそこで相手が無理にペッカに対して4枚回して施設を置いたら、そしたらねラムの受けが今度はないんですよ。っていうのでなんかねケツラムで結構世界変えれます。なんで困ったらまあケツラムしとけばいいぐらいの感覚ですね。本当に端前ではなくケツですね。ケツが大事です。さあアイスイズランバー、これはもうねバルーン確定だと思うんでね、もうペッカ組んじゃってバルーンでこれうんペッカバルーンか、まあまあまあいいと思います。で逆サイダックプリでもよかったかもしんないですね。これフリーズされそうだな。パッキーンでフリーズされて、このペッカ対決で相手のペッカがめっちゃ残るのがやばい。いやこれやったな、やっぱ逆サイダックプリでよかったですね。はい、自分で言ってたのに。自分で言ってたのな。そしたらね相手はダックプリを受けないといけなくて、ペッカ対決のところでフリーズを打てなかったと思うんですよね。っていう感じですね。さあまあラムいるし、これは神相性なんじゃないか。ペッカバルーン vs ペッカラムだぞ。まあ神トルネフリーズとかされてしまうと分かんないですが、これフリーズないんですよ。フリーズないから、これも美味しい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 ね美味しいね。いやこれは入んのか、いや入らんでしょ。いい目、いい目してて、なんなら相手ラムが、ラムが苦しい。いや、いい流れですね。で、これ、なんかな、相手、陸受けが少ないんですよ。アイスイズベビーの、なんかペッカバルーンデッキなんですけど、陸受けが少ないから、こう、ダックプリとかユーノとか出すだけできつい。あれベビドラの枠がファルチになってる。さあ、これ、逆サイ端前ペッカとか来たらちょっと怖かったですが、うん。でも、僕は、逆サイド攻める形を作ってね、同サイド行くとさっきみたいにフリーズで全部綺麗に行かれちゃうんでね。でちょうど今ファルチェも咲いてるサイクルなんで、これだけできついです。ペッカエレキだけで戦わせて、俺のペッカがね最強になればいいんですよ。いやなんならここちょっとねマザネク相手絶対きついからね、延命してあげて、ユーノの走るね、ユーノ走れ、さあ走れ走れ走れ、いやいい、タルババがタゲ取ってるね、真ん中に転がしただけなのにっていう。でペッカで受けたいよね。で逆サイラムもね、これ止まらないんですよ、相手エレキとかがいないので。そしたらこっちにも追加してあげてねっていう、このね陸受けきついデッキだともうこうなっちゃいますからね。ペッカ、ダクプリ、ユーノ、ラム、いろいろね、守るのはやっぱ大変なので、まあ、こんな感じでね、相手のバルーンをやってましたけどね、めちゃくちゃね、ペッカがまあ流行ってますね。グラチャレだけでも結構ペッカ当たってますので、まあ、ぜひねペッカ、使ってる方は皆さんファイボ型をね、はい、よければお試しください。このラムデッキも使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。